ああ、前回動画でご紹介した話、さすがに共産党も恥ずかしかったのかなって、ただの隠蔽体質じゃねえか。皆さん、こんにちは、ハネです。本日は2023年1月15日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、共産党、気楽でいいな、ということになります。この動画では、盗撮初期長、大西渡騒動に対する共産党の無様さを整理しておきたいと思いますので、共産党、 落ちたなと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。いや、共産党って現実離れしているかもしれないけど、論理的ってことで、昔は学者からの指示も結構あったんだよ。でも、最近の共産党はダメってことで、学者も結構離れていってる感じがする。では、今回の目次はこちらです。 で、軽く前提事実を確認しておきましょう。初見さんのために軽く触れておきますと、共産党千葉県委員会の大西渡る初期長という人。まあこの人は2017年に衆議院選挙に共産党から立候補した人でもあるんですが、彼が千葉県の女子トイレで女子高生を盗撮したとして、1月12日に建造物侵入と盗撮の容疑で逮捕されたんですよね。そうしますと、まあ彼が痴漢撲滅運動に関与してたり、また 女性保護を訴える今話話題ののコラボの話が出てきたりと炎上しますで、結局13日には彼は除名処分を喰らいます。ところで、この処分については比較的早くなされたとは思うんですが、その際に発表された千葉県委員会の声明が謝罪を語るものだったはずなのに、なぜか最後には選挙の話になって、あれこいつら何を言いたいの謝罪ちゃうやんってことでまた炎上している。 まあ、共産党大丈夫かいなって感じなんですよね。で、前回動画まででここら辺のことを説明しているので、詳しくはこちらの動画などを見てほしいのですが、その後事態は動いてますね。まず、大西渡氏の Twitter アカウント削除されています。 まあ、過去のツイート内容などが、お前が言うかというネタにされてましたしね。本人は現在身柄を警察に拘束されてますから、まあ、後で少しだけ触れますが、接見した弁護士がパスワードなどを聞き出して家族が消したのかな共産党が消したらさすがにやばいと思うけど。でね、まあ、このツイッターが削除されたこともお伝えしたかったのですが、一番お伝えしたいのはここからです。 先に軽く言っておくと、いつも人を批判している共産党っていい加減な組織なのねってことをお伝えしたいんですね。で、まずは日本共産党千葉県委員会の恥ずかしい声明をもう一度振り返っておきましょう。以下引用です。大西渡る書記長の除名処分について、2023年1月13日、日本共産党千葉県委員会、1月12日、日本共産党千葉県委員会の大西渡る書記長が盗撮行為により逮捕されました。 盗撮という犯罪行為は、被害者の人権を傷つけ、人間としても、党員、検討の役員としても、絶対に許されない行為です。党規約の市民道徳と社会的道義を守り、市民に対する責任を果たすに著しく違反し、有権者の党への期待を大きく裏切るものです。 本日の緊急の県委員会総会で重大な犯罪を行い、事実を隠し続ける重大な行為を行った大西書記長に対し、当規約に基づき最も重い除名処分としました。今回の事態にあたっては、被害者とご家族、全県全国の皆さんに深くお詫びし、当県委員会として今後二度と繰り返さないために教訓を深め、自己改革を図っていく決意です。そして、憲法、平和、 暮らしを守るために岸田政権の大軍拡政治と対決し、130%の党づくりと統一地方選挙勝利を目指して全力を挙げる決意を表明するものです。以上ですね。いやー、気持ち悪いな。前回動画でもお伝えしましたが、なんだこのラスト。謝罪をしてるときになんで最後に対立政党批判及び選挙で頑張ります宣言なんだよと。謝罪をすることが目的じゃなくなってるじゃねえか。 これ書いた人、アホだろでね、この件に関して、共産党の本部の方が何かリアクションしないのかなって気にはなってるんですよ。しかし、明確なものは未だなされていません。しかし、党のナンバー3、パワハラを受けても当日はパワハラと気づかずに、後で見返したら明らかにパワハラって思っちゃう、田村智子議員。彼女がこの件について触れていますね。以下引用です。党千葉県委員会の声明。 1>, 1月12日、日本共産党千葉県委員会の大西渡る書記長が盗撮行為により逮捕されました。盗撮という犯罪行為は、被害者の人権を傷つけ、人間としても、党員、県党の役員としても、絶対に許されない行為です。党規約の市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たすに一律しく違反し、有権者の党への期待を大きく裏切るものです。 本日の緊急の県委員会総会で重大な犯罪を行い、事実を隠し続ける重大な行為を行った大西書記長に対し、当規約に基づき、最も重い除名処分としました。今回の事態にあたって、被害者とご家族、全県全国の皆さんに深くお詫びし、 当県委員会として今後、二度と繰り返さないために教訓を深め、自己改革を図っていく決意です。新聞赤旗、1月14日付に掲載。以上ですね。はい、これ、1月14日午前10時頃に投稿されたものなんですが、先ほど紹介したものの完全コピーのはずが、いいですかほい。ほい。ほい。ほいあれ 一個足りない。ああ、さすがに共産党としても最後の一つは不要ってことが分かったんでしょうかね。にしても共産党千葉県委員会は対応を混ずってますよね。そこでこちらの記事をご覧ください。ご紹介するのは令和電子カーラ版の1月14日の松田さんという方の記事ですね。ああ、この方、社民党の伊勢名氏の際に参考にさせていただいた方だ。 この方の記事がなかなか面白い。千葉県委員会に取材をしてるんですね。今回は一部しか取り上げませんが、ぜひ概要欄参考記事、松田から元の記事もご覧ください。皆さんのクリックが、松田さんの今後の活躍を後押しするはずなので。では、以下一部引用です。千葉県委員会に電話をかけ、取材の趣旨を伝えると、担当者が応答してくれた。担当者。 本人は交流中なので、それ以上聞き取れていませんが、弁護士を通して接見し、その結果本人が事実と認めています。ですから、やったことは間違いないと判断できるので、直ちに処分する必要があるということです。ここで問題になるのは、本人を除名したのはいいが、任命責任について一切明らかにされてない点である。 岸田内閣で閣僚の不祥事がついた時には、同党の市委員長は任命賢者としての首相の責任を強く求めていた。ところが共産党では刑事事件の被疑者として逮捕されたにもかかわらず、誰も任命責任を全うしようとしていない。それは個人に責任を押し付け、トカゲの尻尾切りで事態を乗り切ろうとしているように見える。 担当者、集団で選んでますので、他党は任命責任は委員長トップとなりますが、共産党の場合は委員長が決めるわけではありません。委員長が常任委員に、この人事でどうでしょうかと測って採決で決めます。ですから、指名責任はというと常任委員会です。初期長が不祥事を起こしたから委員長は責任を取ってということには共産党はなりませんね。任命の仕組みから言っても、い下か略。以上ですね。 いやなんというかやばいな。いやね、仕組み的にはなんとなくわかりますよ。共産党の仕組みでは人事とかも全部合議制で決めるから個人責任じゃないってことなんでしょ。 まあ、仕組みとしてはわかる。しかし、それじゃあ、他党に対して任命責任を追求するのはずうずうしいんじゃね別にそういう目的じゃないんでしょうが、共産党は仕組み上、任命責任を負わなくていい。なのに、他党は構造上、任命責任を追求しうるからやるってね。<laughs> そういえば今回の動画で、くしくも二党夢の差の危具が現実化したとも言いますね。 以前動画でもご紹介したように、二刀夢の氏はこの盗撮事件について1月12日にジェンダー課題に取り組む女性議員などに謝らせるなという話をしていますが、今回唐突に田村議員が千葉県委員会の声明を転載するという形で謝罪っぽいことをしていますね。まあ、党として政府に対して痴漢撲滅などを訴えるということをまさに今しているわけで、お前らの足元をまずはどうにかしろと国民に共産党は言われている以上、 党としてのリアクションは必須だったんでしょうが、なんで田村さんなんだろうね。合議制だから個人の任命責任は負わなくていい共産党とか、困ったことがあったらトップじゃない人が。 しかも改ざんして謝罪する共産党とか、気楽でいいな、し和夫さんは。私はね、今回の件に関して、共産党が他党に対して偉そうに言ってることに関してね、かっこ悪いなと思ってしまったんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。 では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。本日日曜日はね、夜9時から生配信もしていますので、何かありましたらね、そちらの方で質問なども受け付けていますので、ご参加ください。結構ね、政治関係なく、ただ単にダベってるだけですけどね、結構年配の方の同窓会みたいな感じでおしゃべりしていますので、よかったらご参加ください。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。